どうも、ハールスメンテン花尾です。まあ、最近ですね、YouTuber で流行ってる企画で、思い出の場所に集合みたいなのがね、まあ、あると思うんですけども、まあ、理系から言わせると、そんなあやふやなことやったらか、もう答えがない。もう人それぞれ。やっぱりそう、集合っていうのはやっぱみんなが一つに集まるのが目的なのであって、やっぱそれがね、各自の思う場所というのに設定するというのは、まあ、理にかなっていないと。というわけで今回ね、やっていきたい集合場所はですね、理系なら数学的描写された集合時間と場所でも集まれるセトゥはい、とある時間場所を、設定したんですけども、それがね、その集合時間と場所が、ま、数学チックな暗号になっております。はい、普通に解いたら1位に定まるはずなんですよね。ま、というわけでも今回はもう避難訓練みたいなもんですね。はい、ま、今回に4人連眼キムマコ我がのね4人にね、暗号文送るんですけども、ま、さすがに全員ね、来れると思います。はい。というわけで、今からですね、やっていきたいと思います。ラゴリパーティーボーウィズ思い出のマロニー。あ、今ですね、グループ LINE に明日の集合場所、時間、送りました。とりあえず日は定まってる。とりあえずその曜日だけは定まってて、何時に集合、何時にどこ集合かは、決まっていないという状態でございます。彼らはね、無事にたどり着けるんでしょうか。それじゃあ待ちたいと思います。時飛ばし。ここでちょっと問題の解説をね、していきたいと思うんですけど、どうも、ありがとうございます。ということで、明日9月6日なんですけど、今クイズが送られてきたのでね、こちらの方でクイズを見てみたいと思います。はい、というわけで君標準チームです。今ですね、撮影当日の朝なんですけれども、まあ、ルールとして、集合時間は12時以降であって、車とかじゃないといけないような場所には設定してないようなので、電車かモノレールかその辺で行ける場所というのを念頭に置いて見ていきたいと思います。おいたす、どうも、あです。はい、というわけで、ちなみに今もう当日昼の1時なんですよね。もしかしたらもうすでに間に合ってない可能性がある。まあでも花尾さんの気持ちはね、割とねよく分かってると思うので、なんとなくね思考は読めそうなので、正しい、答えを導き出して集合したいと思います。体育会系代表マコです。まあ、編集者としてですね、花尾さんの摩訶不思議な発想を解釈することに頭を使いまくっているので、これはさすがに正解していきたいなと思います。あ、お疲れ様です。聞こえますか？あ、了解です。ではですね、集合時間と場所をお伝えさせていただいても大丈夫でしょうか？はい、かしこまりました。ではね、早速伝えさせていただきます。まずね、集合時間なんですけれども、まず正午にですね、太郎さんは半径 A の円1を、花子さんは半径 2A の円2乗を時計回りに同時にスタートします。はい、この時円1、円2は同じ中心 O を持つとします。で、太郎の位置をラージ A、 花子の位置をラージ B とした時に、ベクトル OA、OB のスタート時の内積は、2A の2乗であったということが分かっております。はい、でですね、さらにですね、太郎くんの角速度は21600分の π ラジアン毎秒、そしてですね、花子さんの角速度は、1800分の π ラジアン毎秒だと分かっております。で、ここから重要なんですけれども、ベクトル OA、OB のなす角のうち180度以下になる方を θ としますと。で、その2つのベクトルの内積が9回目にルート 2A の2乗になる時間帯を、集合時間とさせていただきます。ここまで大丈夫でしょうか？ありがとうございます。はい、マジの数学やんこれ。ありがとうございます。というわけでですね、ちゃうちゃうって、というわけでですね、続いて場所なんですけれども、場所はですね、ラビフォレスト保護区とマニラをおよそ3対2に外分する領域 A にございまして、でさらにですね、その領域内に存在する 3900kmIC、こちらを原点とする XY 座標平面において集合場所というのはですね、第二象限に存在することが分かっております。はい、でさらにですね、その第二象限に存在します赤パンツの尻部分 ×2⅛ の16進数かけることの 0.005 度、そして 0.006 気圧における H2O の積で表される場所を、集合場所とさせていただきたいと思います。ご理解いただけたでしょうか？
ありがとうございます。はい、ではいろいろと引き続きよろしくお願いいたします。はい、では失礼します。ありがとうございます。何言ってるか分からへん、マジでやべえ、何言ってるか分からへん。はい、ということで、まあ、計算が必要なようですね。ちょっとじゃあちょっと紙用意します。どうしよう、やってねえし、こんなの。マジかよ、がっつり理系やんけ。まずはね、集合時間に関して解いていこうと思います。まず初期の太郎と花子さんの角度はですね、内積の定義から a×2a2乗×cosθ=2a2乗なんで、 cosθ が1なんですよ。 θ は0、つまり A さんと B さんは同一直線上にいたということなんですよね、最初。まあ多分これ方針としては、まあ、2つのベクトルの内積が9回目にルート 2a2 乗になる時間を集合時間とするので、とりあえず、内積がルート 2a2 乗になる場合を調べると、その時は、まあ、角速度から計算して、まあ、何秒進んだ時にこの角度になるのかっていうのを考えますと。まあ、最初の方太郎くんとか花子さんとかいろいろ言ってるんですけど、これおそらく長針と短針のことで、太郎くんが短針で花子さんの方が長針を指してるんだと思います。これ計算すると、θ 45度になるので2回来るはずなんですよね。4分の π とマイナス4分の π が来るはずです。1秒に2万1600分の 11π 広がると、まあ、1回目がまあ4分の π の時と、2回目がマイナス4分の π の時、3回目がまた4分の π の時っていう風に計算していくと、9回目の内積ルート 2a の2乗の時っていうのは16200秒、4時間半後だから、12時に出発したので16時半、集合時間は16時半です。イエーイ。いけん、意外と余裕と解けるもんだね。4時半ですね、これだから答え、4時半にどこかに集合すればよいと。16時半です。で、何やっけ、ラビフォレスト保護区って何、およそ3対2に外分する領域で、だから日本やと思うねんな、これは日本でしょ。3900kiloic 赤パンツの尻部分って何。とりあえず2の8乗引く1の16進数をやるか。何、ラビフォレスト保護区とマニラって。調べます。まずどこだよラビフォレストは。ラビフォレスト保護区を調べたんですけど、ブルネイという国にあるトレイルや滝のある森林地帯ということで、最近花尾は登山とかね、自然アクティビティにハマっているので、まあそれ関係で調べたら出てきたよなっていう。マニラでか、範囲でか。こんなんもう日本やろ絶対。だってもう直線上にあるもん、だいたい日本。いやーちょっとね、わかんないですねこれ。ラビフォレスト保護区っていうのをもうめっちゃ調べたんですけど、多分なくて、だからこれ多分その実在する地名ではなくて、多分なんかの言い換えだと思うんですよね。それが全く思いつかないんですよ。マニラをウィキペディアで調べたら、なんかめちゃくちゃ大阪府に似てるんですよ、形が。もうまんま大阪市なんですよね、形が。だからもしかしたらマニラは大阪市のことを指してるのかもしれないです。ちょっと Google のね、位置情報というか統計とか北緯とかねが出てくるはずなので、その数値をですねちょっと打って、まあ、割り出そうかなという。岡山県真庭市どこ。マジわからん、赤パンツの尻部分がマジわからへん。 3900kiloic って何やねん、ほんま。この領域 A 内に存在する 3900kiloic を原点とするって言ってるんですけど、千里インターチェンジだと思うんですよね。1里がだいたい4キロぐらいっていうのは知ってるんで、ってことは3900kiloってのはだいたい千里ぐらいかなっていう。だってこれ千里なんだよな。 IC って絶対インターチェンジで、千里インターチェンジ、千里インターチェンジってあんのか。千里中、わーすげー、わーすげー。地図も見てみると、ちょうど東西と南北になんか主要な道路が走ってる、高速道路かな。パッと見それが X 軸と Y 軸のように見えるので、それの第二象限っていうと、まあ、そこから北西の部分なのかなっていうふうに思います。カッコ1とかずにカッコ2だけ解けちゃったみたいな感じなんですけど、笑った。
これ嬉しかったやろな、なんか。てか、まあ、こっから一旦説。で、赤パンツの尻部分。なんそれ、赤パンツの尻部分ってなんだよ。赤パンツ、勝負パンツと言い換えることもできる。イコール、ブーメラン。赤い建物でちょっと調べてみたんですけど、海遊館の建物が赤いパンツに見えなくもない。16進数ってあれですよね。0123456789ABCDEF ですよね。255の16進数は FF よな、多分。あー、なるほど。 0.005 度 0.006 気圧における水っていうのは30点よりちょっと上なんで、ギリ固体なんか。だからこの状態の水っていうのは氷なんですよ。で、まあ、氷なんで、まあ、多分さっきの FF と合わせると多分アイスっていうことを言いたいんだと思って、 FFICE まで分かってるんですよ。これ状態としては氷なんですよね。これアイスなんじゃないかなと思ったんですよ。温度が 0.01 度、圧力が 0.006 気圧の状態だと水は同時に気体液体固体になるようです。30点っていうの、第二証言内の30点。これ石橋とかじゃない？3つ交わってるし。単身ってさ、あ、おっと、僕もお疲れ様です。お疲れ様です。はなおです。どうも、はなおです。キムヒョンです。まこです。というわけで、今日の集合時間と場所は16時半に、半にオフィス。正解！素晴らしい。ただ、全員集合はできてならずい。ね、はい、ということでございます。はい、なんとですね、やっぱ文系和賀くんちょっとあの落選ということで、まさかの一旦和賀を電話してみます。もしもーし。はい、和賀くん今どこにいるんですか？僕今石橋駅にいます。そこ集合場所ちゃうで。はーい、何してんの？え、ここだよ、集合場所は。はい、早く来てねちょっと拗ねだせた。ガチへこみしてた。ガチへこみしてた。FFICE なんですよ。ってことは赤パンツの尻部分が O だったらオフィスになるんですよ。でもなんで赤パンツの尻部分が O かもわからんし、怪しい部分もありますけど、午後4時半にオフィス、こちらで行きたいと思います。で、ちょっと赤パンツの敷き部分が全く分かんなかったんで、英和辞書で FFICE で終わる英単語全部調べました。出てきた単語一つだけです。オフィスですね。でもとりあえずオフィスに、4時半ということだけは分かったので、また4時半頃にまたここに来るっていうことにしたいと思います。ちょっとあの完璧にロジックが通ってるわけではないので、もうちょっと冷たいとは思うんですけど、明日は16時半にオフィスに向かおうかなと思います。石橋とかじゃない？3つ交わってるし。でもこれでしょ。石橋は箕面線と阪急線でこうちょうどこういう感じで30線になってるので、30点になってるので、ここが。というわけで16時半に石橋駅行きたいと思います。いや、これ誰もいないの怖いな。石橋駅、さあ4時半になった。これで連絡が来なければただ石橋の前で動画を撮っている人になってしまう。はい、というわけでもうなんか急に雨降ってきて、俺のこのやっぱ場所を間違えたというこの悲しみの雨がすっごい降ってるんですけど、なんでもうちょっと深い意味があったのか。すみません、遅刻しました。おい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 、ちょっと伝えたやん、集合場所。しかも髪の毛めちゃめちゃやん。雨に打たれて
悲しみに。いやでも一緒にやりながら来ました。なんでだ。えなんでだ。なんでだ。いやだってもう撮影始まるで。ほらえどういうことですか。はい、というわけで正解の場所は、はい、4時半にオフィス。オフィス。オフィスです。はい、ちょっと一個一個解説していきましょうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ場所ですね。じゃあまず、ラビフォレスト保護区からマニラを3対2外分する点。これどこでしたこれ皆さん。大体日本。大体日本か。大体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 でいったの。だってでかいやん。ただあの定規とかでやるとまあなんとなく大阪かなっていう。なるほど。だから俺自信ないからおよそって言って書いてるの俺です。そうですね。およそ3意味ないやん。およそ俺まだでも分かってないのがあって3900キロ。あーそれは一瞬で終わりました。じゃあ3900キロ IC は何でした。せーの、セミリタチェンジ。おー素晴らしい。12は 3.9 キロです。なるほど。だから3900キロ IC。で、あれを、あの地図を見ると、なんかね、XY 座標平面に出てくるからね。なるほど。中間と新見でね。で、最後、赤パンツ、はい、これ何かっていうと、これ水分子ですよね。あ、あーそういうこと。あれ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 、はいはい、あれそういうことか。いや、俺中学校の期間の時に水分子は赤パンツやでって何回も言われへんかった。H2O ってことですか。 H2O のあの、そう、H2O の、あ、そういうこと。そういうこと。いや、全く違う。あー、これは俺あれ、地元奥のやつ。俺、赤パンツだから俺、行中検査の王から。そこで2の8乗引く1の16進数は16進数やから F が出てくるんです。 FF や。え、それ分からなかった。いや、もうそこすっ飛ばしました。なんで。いや、赤パンツ分からんってなんで。地図上で赤パンツまず探したんですよ。違う、あるあるある。ないでしょ、ないやる。そのくだりやる。で、255の16進数は FF と。はいはいはい。で、最後、水の三層図みたいなやつを調べてもらうと、氷の状態だということが判明すると。なるほど。で、アイスのアイスで、O、F、F、I、ギリギリ30点がちょっとずれとるんよ。気圧変えてたんで、まあ、気圧変わらんだろうと思って気圧で 0.006 気圧って書いてやったら30点で出てきたんですよ。ああ、ちょっと飛ばしてね。いや、それだから大雑把に捉えすぎやな。ああ、ちょっと文系の悪いとこ出たな。いやいや、で、マップ見たら30点あったんですよ。マジで。マジで見てほしい。マジで綺麗な30点あるから。石橋あかんな、石橋これ。うわというわけでね、はい、まぁ、あ、ちょっとね、100% 成功できる説だったんですけども、まぁ、あ、75% と。 75% やろ、これは。え、これタイトル何なんですか。え、これ、え、だからもう理系なら理系なら理系ならがまず該当してないんですよ。はい、というわけで、あったね。検証としては検証としては。はい、というわけで以上今日の動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。